皆さんこんばんは、ちゆです。はい、ということで急遽また長らく投稿が空いてしまって本当に申し訳ございませんでした。まあね、前回さ意味深な投稿というかサムネとタイトルで終わっちゃったから、まあ、ちょっと心配かけてるかもなと思ってちょっと急遽今日は動画を回しました。そして今日はね、まあ私の YouTube 上ではもう恒例というかおなじみというか何回目かわからないお風呂動画でございます。まあ私はね、やっぱお風呂の中でこう語るのがね一番ねすごい素でいられるんですよ。こうカメラをねこうまあ用意してるのに変わりないけど、家の中でこう準備してこうあだこうだして撮影するっていうよりは、なんかこうお風呂の中で一番リラックスした状態じゃん。一番無防備なんだから、人生の生きてる中でね。まあ、そんなラフな姿でみんなと話したいなと思ってお風呂動画を今日もお届けします。まあね、今日お風呂に使ってる理由は、最近私ダイエットをしてなんとマイナス5キロいたしました。はい、そう、休んでる間にねダイエットを頑張って、まあ次みんなと会う時にはさ、やっぱ美中よくいたいし、まあなんか痩せたねとか、帰ってきたらすごい可愛くなったねとか言ってもらいたいなと思ってちょっと最近ダイエットをしてまして、その一環でいつも毎日の中にねお風呂に浸かるっていうのを毎日ルーティン化してるから、今日はお風呂の中から今日は皆さんに動画をお届けしたいなと思います。まあ、最近ねいろいろこうお休みした間にいろんなことがあったんだけど、まあ心境としては、まあ前ちょっとねちょっと鬱っぽい感じでっていう話したんだけど、まあ徐々にもう薬もやめたし副作用もないから徐々に体調は回復してて、気分もどんどん戻ってきて、モチベーションが高まったからこそ今ダイエットをしてるって感じだから、もう心配しなくても大丈夫です。このまままた新たに YouTube もねさらに再開できるように頑張りたいなと思うので、まあ、ちょっとこのね動画を皮切りにちょっとずつ更新また増やしていこうと思うので、楽しみにしててもらえたらなと思います。で、まあ、早速ねサムネにもある通り、まあ、お話をしたいんですけど、まあ、今日はねみんなはきっと私のサムネとタイトルを見て、ちゆちゃんもしかしてついにデビューするのっていう風に思ってくれてると思うんですけど、まあ、まず何があったかっていうと、私のねインスタグラムのアカウントに最近こんな DM が届きました。そうなんです、ついにオファーが来ました。まあ、ついにっていうか、まあ、結構こういう雑誌系とか写真集とか、まあ、それこそビデオの出演とかね、まあ、いろいろと DM は今まで何度もいただいてたんですけど、みんなにも証拠としてやっと見せれるわと思ってDM とかさすぐ下の方に行っちゃってさ、みんなに本当にオファー来てんのかとか疑われてたらやだなと思って、まあこんな感じでね編集局の方から DM をいただきました。まあ結論から申し上げますと、私ちゆはこの度紙面デビューをいたしませんまあいつも通りなんですけどまあやっぱさすがにね、まあ前回もお風呂動画、またもやお風呂動画で私がこう SNS に水着投稿とか露出多い投稿あんましないのも理由があるので、まあ、今回もね、まあ、オファーはありがたくいただいたんですけど、まあ、今回は実施せずに見送らせていただきました。まあ、ありがたいよね。最近さインフルエンサーさんがこう結構紙面デビューしたりとか、まあ、グラビアやったりとかっていう機会がどんどん増えてるから、なんかそのきっかけで私にも声掛けいただいたんだろうなって。やめて私自身はあまりねそうがっつり芸能活動だったりとか紙面活動とかモデル活動とかそういうものに本当に意欲が別になくって、好きなことを好きなように発信できる YouTube だったり SNS というのが私は大好きなので、この状態が一番今は居心地がいいなと思ってるから、まあしないっていうだけの理由です。うん、まあ、みんなからはねしてほしいよねっていう気持ちもわかるし、やってほしいなっていう声もたくさんいただいてるんだけど、まあ、私は私がやりたいことを発信していくのが楽しくてやってるので、まあ、それを受け入れられない方はきっと離れていくんだろうし、きっとこうやって YouTube も見てくれてる方はいろんな私を知ってくれた上で多分こういうのを見てくれてるから、
もちろんね、みんなの声を無視するわけじゃないんだけど、まあ、私は私なりにファンクラブっていう場所でね、あのグラビアっぽいような写真とか、もう本当に攻めまくった写真めちゃくちゃバンバン上げてるので、なんか本当にファンだよっていう方とか、私のグラビアしか興味ないよ、お前は脱いどけみたいな人がいたら、普通にそういうねサイトというか場所も設けてるので、ファンクラブの方入ってもらえたら双方にとっていいんじゃないかなって思います。やっぱグラビアを見たくない層だって絶対いるからさ、やっぱそこは私は分けたいなと思ってるので、 SNS 上でもそういう活動はしません。だからファンクラブっていう場所でぜひね、興味ある方は見てくれたらなって思います。まあそんな感じで最近そういう DM があったりとか、もう最近さ、 DM の治安が本当に悪すぎる、マジで悪すぎる。なんかインフルエンサーさんとかも結構さ、最近急にこう男性の関心が送られてきてとかさ、いろいろ言ってると思うんだけど、私にもそりゃそりゃめちゃくちゃ多いわけですよ。で、なんか結構さ、一部の人はさ、まあ、私がさ、やっぱこういう大人っぽいとか露出多めの格好してとかしてるから、そりゃ来るのは当たり前だろみたいな、来て当然だし、そうさせざるを得ないことをしてるじゃんっていう言ってくる人がいるんだけど、まあそれもね、めっちゃわかる。確かに自分で本当にそういう DM が来てほしくなくて、自己防衛って自分なりにもさ、最低限できるじゃん。だから別に本当にそういうのが苦手な人は絶対に露出とかするべきじゃないとは思うんだけど、でもそれをさ、言い訳に正当化しちゃうとさ、じゃあ犯罪も何でもさ、向こうが悪かったからやっていいじゃんっていう理由になっちゃうじゃん。だからそれはそれ、これはダメ。そう、だから普通に常識的に考えてダメなことをしてる方が悪いのであって、そうそう、だからそれは一概にこう一括りにしてほしくないなとは思う。もちろんね、リスクヘッジというか、こう自分なりね、もともとリスクを負わないような行動をしたりとかっていうのはもちろんね、こう自分の身を守るための術だから、そういう意味でのアドバイスならね、いいと思うんだけど、なんかそれを正当化して間違えてる人がたまにいるから、それは違うぞっていうのをいつも思ってます。だから普通に私はね、もう最近察知能力高いから、普通にそういう画像だなと思ったら DM なんか一切開かないし、もうなんか一部のファンの人とか、信頼してる方のファンの方の DM だけを見たりとか、結構そういうのしてるかな。まあかといってさ、自分がやりたいスタイルとか、みんなのお姉さんで発信していきたいから、これからもやっていくコンテンツとかは変われないけど、だからって何でも送っていいわけじゃありません。てかまあ勝手に送って、なんか勝手に見てくれてるだろうと思って、なんか盛り上がってるならもう勝手にどうぞって感じだから。それで満足するんだったらそれでどうぞ。こっちに共感とか感想とかなんかそういうの求めないでください。本当にお願いします。うん。全然、どうでもいいから。うん。っていう感じかな。でもそうだね、最近の近況で言うと、まあそれこそファンクラブとかをめちゃくちゃ頑張って更新してるかな。その YouTube とかできない期間もファンクラブは毎日更新するようにしてて、やっぱね、こうお金払って入ってくれてるものだから、それは自分だけのこう、なんだろう、体調とか、まあ体調は本当に悪い日はできないんだけど、こうモチベーションとかで左右されたくないなと思って、ファンクラブは毎日たくさんセクシーお姉さんを演じてますので、よかったらまだ入ってない方は見てくれたら嬉しいなと思います。あとダイエットについて結構聞かれる機会が多かったんだけど、それについては本当にまたちゃんと私がもうちょっとね、目標体重を落とせたらお伝えしたいなって思います。なのでもうちょっと待っててくれたら嬉しいです。結構ね、最近は規則正しくというか、ちゃんと食べるご飯とか気を使ったり、それこそ毎日お湯に使ったりとか、今までで一番ちゃんとね、自分の体質とか体型とかに合うダイエットを探して実行して、やっと結果につながったって感じだから、これもね、知識結構増えたから、またみんなに紹介したいなと思ってます。マジで肩のラインとか結構変わってない？ちょっともう汗でびっちゃびちゃだけど、結構変わってない？そんなことない？見比べてみて。まあ、人生で初めてダイエットに成功したって言ってもいいかもってぐらいちゃんと続けれてるダイエットなので、まあ、みんなにもね、ちゃんと改めて言う機会ができるように今頑張ってるので、またちょっとこのダイエットの話はまた別動画でお話ししたいと思うので、待っててくれたら嬉しいです。
っていう感じで、最近は、まあ、ダイエットも頑張りつつ、まあ、自分自身とも向き合う時間がすごくね、みんなが待っててくれたおかげでできたから、こう今後のこととか自分のやりたいこととかをすごい見つめ直せるいい機会になったんじゃないかなって思います。本当にいつもね、応援してくださる皆さんのおかげで私はここにいるので、いつも本当にありがとうございます。まあ、くじけそうな時とか、本当にモチベーションがなくなっちゃう時とかいっぱいあるんだけど、みんながこうコメントくれたり、 YouTube でも待ってるよって、いつでもいいからねって、こういつでもここに帰ってこれるなって思えるような場所をみんなが作ってくれてるから、私はこう安心して休むことができたので、これからもね、みんなにとってもそういう存在でいたいなって思うので、これからも相思相愛相互の関係でいきたいなと思いますってことでね、9月、もう夏も終わって、大嫌いな夏も終わって、やっと涼しくきっとなってくると思うので、私の活動を再開していきたいなと思ってます。またね、今後も動画たくさん上げていくので、ぜひ気になった方はこれからも動画引き続き見てくれたら嬉しいなと思います。ということで、この動画いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、通知オンの方よろしくお願いします。それでは以上、ちゆでした。バイバーイ。